です。マーティア・デシリオ監督からの指示を受け後半から投入されます。ノーマニョーリーレッドカード退場です。今日は調子がいまいちでした。ベルトラッチドリブルジャックのゲームベンチワンドの残り時間でどんなプレーを見せられるのか。ナイジャー・デアンキーここで決めてきた。ディッカーとマットリーボーサンサーです。サンサーゴー。はい、シュートチーム素晴らしいゴールです。キューレチボスゲイステップホンダルーイス・アドリアルーイス・アドリアここは繋いでいきます。ボイチェッシュ・チャスリーこの判断は正しかった。レオン・ルカスだ。このボールをルカ・ディニュー強さを見せつけます。素晴らしいボールです。マイカー貴重な先制点。コースターズ・マーヌはゴールに突き刺した。いやー見せてくれましたね。カラースです。消極的なプレーを生んでいます。ダニエル・デロッシー試合を振り出しに戻しました。おっとフロレンツィイエローカード。フロレンツィいつもの冷静さが見られません。セーフデータ忍者ワザナインドワンビューティフルゴール。 TNH 赤いキックの精度に注目です。の大砲エリン・ジェコ1点を先制しました。シェルビーニョゴールに突き刺した。モハメドさんはやはり決めてきます。ローマのバンディーラフランチェスカ・トッティザミルハンダルビッチ軌道を読み切った。スキニッツォダリーロ・ダブロウジロシャスです。少しエキサイトしています。リアリアこのボールをラムマージャムリージョシャイサムリージョチャンスは逃しませんでした。ユト・ラガトモ貴重な一点目ものものごとに決めてくれました。フレディ・グアリン後半スタートから登場です。ボールを回します。ボールを運びます。グアリンコンドグリアバックアップパス抑えコンドグリアチームのバックンゾバリーメタリーリオンゴールマウロ・イカルディ強さを見せつけます。サビチェブチーム2戦ステファン・ヨルティッチしっかりと結果を残します。スーパーマンジャブリッジ・ブッフォン仕事をさせません。アンドレア・バルザーリ大きな先制点です。レオナード・ボネッチ選手たちも喜びをあらわにします。ジョージオ・ケリーに待望のゴールが生まれました。パス・セーブラゲットゴールスタイラー大きく成長した姿をサポーターも称えます。チャンスを確実にものにしました。クラウディオ・マルティージオゲットゴール。ロベルト・ペリーの速さには注目です。ポール・クロークだこの試合3ゴール目勝利に貢献します。ステファン・スティラーロ監督もこの選手には特別な期待を寄せているようです。エル・メドゥーサフランク・ロナードここでゴールを叩き込む。
Mr. Clean Sheet, Porcelaina. Raul Albion. 足元が赤金色に輝いています。 監督からの期待を一身に受けた講師は登場です。バルディフィオリ。さてドリブル回したトラップ右サイド突破していく瞬殺のポックスゴンサロリグワインここで決めてきたナイスゴールでしたイルマニーピコロナウト一周ね見事なゴールですドリスメンテンスこれは見事なゴール素晴らしいゴール